代表の日本です、はい、よろしくお願いします、はい、先ほど本日3回目の NSC が開催されましたけれども、何か総理から発表がありましたらよろしくお願いします、はい、先ほど、本日3回目の NSC 国家安全保障会議を開催し、これまでの状況について確認をいたしました。北朝鮮はこれまで新型のミサイルの発射を示唆しており、さらなる挑発の可能性もですね、十分考えられるわけでありまして、米国、韓国など関係国と緊密に連携しつつ、いかなる事態になっても国民の生命、そして財産を守るべく、高度な警戒監視体制を維持し、万全の体制を取るように指示をしたところでございます。